さあ始まりました VWX どうも家計もんです、よろしくお願いします。さあということで本日はですね、ですね、まあちょっとランダムで決めなきゃいけないということで、もう時間がない、ちょ決めて、うわーちょっと急ぎ急ぎでしたけれども、まあちょっとランダムで決めたやつでちょっと1位を取っていこうという企画でございます。ちょっとですね急がなきゃいけなかったんで、ちょっと説明があれかもしれませんが、まあちょっと今回ね、そういう企画で今回1日やっていきたいなと思います。ということで今回の企画、ランダムで決めたものでレースをするということで頑張っていかなきゃいけない、そして1位を獲得したいね。はい、ということで第1レースはロックロックマウンテン。いやめっちゃ緊張するな、強いのか弱いのか分かりませんけどね、そもそもマリオカートそんないじってないから。さあということでこれで1位を獲得していかなきゃいけないんだよな。わあ待って、マジで使いにくいかもしれない、これ待って、もしかしてオートが遅いかもしれない、ターボが遅いんだ。 OK、 さあ急がなきゃいけないね。 OK、 さあアイテム獲得、 OK、 いいんじゃないか。オッケー、さあまずアイテムを獲得して、そしてスピードを上げていく。わあ待って、被弾した。オッケー、さあまずアイテムを獲得していきたい。オッケー、わあランダムで決めたからやっぱちょっと使い慣れてないですね。まあでもこういう面白さもあっていいんじゃないかと思います。オッケー、さあいけるよ、さあ行こうぜ行こうぜ。はい、効きません。はい、さあそこから行かなきゃいけないよね。さあということでアイテムを獲得していく。オッケー、さあということでね、アイテムどんどん獲得していく。オッケー、さあいいんじゃないか。オッケー、いいぞいいぞいいぞ、よしオッケー、グラッチグラッチ。さあオッケー、さそこからねどんどん。オッケー、これはいいぞ、マジでいい、グラッチグラッチ。うわーちょっと待って、さあということでここからね這い上がっていかなきゃいけない。今7位か、いやでも十分逆転を狙えるぞ。 OK、 ここあえて使わないか。うわーちょっと待って、これきついぞ、これきついな、きついぞ。さあということでここから逆転していく、ランダムでもね生かせるってところを見せなきゃいけない。いやそれにしてもターボ遅えな。まあ自分で選んだわけじゃないから文句言えないけど。さあということでね進んでいかなきゃ。オッケーオッケー、まずブレーキ切って、オッケーオッケーオッケー、コインザクザク、オッケーオッケー。さあここから逆転できるよ。オッケー、1位まだそんな遠くない、そんな遠くない。オッケー行くよ、オッケー行くよ。さあオッケー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 、さあ逆転のキーいける。オッケー行くしかないよ、さあ行くしかないね。行くじゃないね。わあ6位。さあということで第2レースはキノコリッチウェイスタート。さあということでアイテムを獲得していかなきゃいけない。さあということでめっちゃむずいんだよな、ほんとこのさマジで使い慣れてね。うわ、え、アイテム取れなかった、まあでもしょうがない。まあただ1位取りてえな、なんかいい1位の取り方してえな、ほんといけると思ったんだけどな、まあしょうがない。 OK、 いいんじゃないか。 OK、 風いいぞ、風系 OK、 いいぞ、やったアイテム取れた。 OK、 じゃあそこ生かしていく。 OK、 いいぞいいぞいいぞ。さあそこ生かしてまあ1位を獲得していきたい。そしてね勝ち方にこだわることも重要だけど、わあやられた、勝ち方にこだわることも重要だけど、まあ、まず勝つこともね意識しなきゃいけないんで頑張っていかなきゃいけない。 OK、 OK、 さあ頑張ろう。 OK、 さあアイテム獲得していく。
さあ、まずあそこショートカット使って OK、 OK、いいぞいいぞ、 OK、 いくぞ。さあ、OK、 さあ、まずさあ、3間ここ抜かせればいいんじゃないか。ここ抜かせれば奇跡起こせるぞ。 OK、 いいぞ。うわー、ちょっと待ってくれ。よし、 OK、 さあ、ここカバー、カバーして、オッケーオッケー。さあ、アイテム回収。オッケー。さあ、このアイテムに全てが決まる。うわー、だがしかし攻撃用のアイテムが欲しい。なぜならば、前の人がすごい離れてるからです。うわー、待って、なんかすごい変なことになってんだけど。頑張るしかないね。オッケー。セールしかない。うわー、待ってよ。変な落ち方したなー。あー、1位取りてー。はい、ということで第3レースはチョコマウンテン。だけど200だからちょっと気をつけなきゃいけないな。使い慣れてねえからマジでやべえ。スタート。さあ、ということでアイテムを回収していく。いやー、だけど正直ちょっと200だからマジきついんだ。あ、待って、これ曲がりにくいわ。ほんと使いにくいな。けどやるしかない。オッケー、やるしかないよ。これね、ターボができないからマジでちょっと使い物にならないけど、ここはだから正直アイテムに限る。わ、えぐ、ちょっと待って。オッケー、さあ、アイテムを回収していく。わ、危ない。オッケー、オッケー、いいぞいいぞ。よし、オッケー、来た。いける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 。さあ、ここから這い上がっていけるぞ。いけ、アイテムがいければいけるぞ。オッケーオッケー。さあ、ここ使っていって、オッケーオッケー。さあ、ダブル使って、まあダブル、あー、これ無理か。まあちょっとここはもう待って取るな。オッケー、これで逆転いけると思う。よし、オッケー。さあ、まずオッケー。さあ、ここで使って、さあ、ここ逆転していくのがいいよね。よし、オッケー。さあ、これ使ってくれ。オッケーオッケー、いけるんじゃないか。オッケーオッケーオッケー、いけるぞいけるぞいけるぞ。全然いける、いける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 ぞ。わーって、なんかこん、ちょ待って、いけるかもしれない。まだ全然可能性ある。頼む、1位いけるか。あー、ちょっと、あー、5位。ちょっと待ってくれよ、惜しかったな。でもまあ良かったんじゃないか、200にしては。はい、ということで第4レースはロックロックマウンテン。さあ、ここ気をつけていかなきゃいけないぞ。スタート。さあ、1位取りたい。確かでもこれまただった気がするな。でも今度こそ1位取れる気がする。よし、行こう、行くよ。うわー、ちょっと待ってくれ。うわー、ちょっと待ってくれよ。OK、 さあ、アイテム獲得していかなきゃいけない。さあ、ということでスタートしていく。 OK、 さあ、まずアイテムを回収していく。お、待って、サンダー、これいいんじゃないか。さあ、どこで使うかがまず重要なんだよ。まだサンダー取られるかもしれないから、ちょっとこれはあえてちょっと1個使わないでおこう。まあ、ちょっとね、打開に使いたいから、まあ、ちょっとあえてこのまま行きます。このままで行こう。まあ、多分俺が今サンダー持ってる限り多分いけるから。さあ、ということで、ね、どこで使っていくかが重要だから、まあちょっと中間ポイントで使っていこう。 OK、 じゃあそこ意識して行く必要があると思う。さあ、どこが、ね、使うかって言ったら、まあ、ここでここだ。よし、オッケー、オッケー、いいタイミング使ったんじゃないかな。いいタイミングきっと使ったんじゃないか。オッケー、さあ、いいぞ。さあ、ここからね、アイテム、コイン、それを貯めていって、まあ、ここで、はい、1個使っておいて、まあ、ここで使わなかったのはある意味全部使わなかったのはでかいんじゃないかなと思います。オッケー、
さあここでアイテムを回収していく。オッケー、オッケー、キノコ、お、オッケー、キノコ3つ、これいいと思います。さあここから逆転していくよ。さあオッケー、いいんじゃないか。オッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ、オッケー、ベリグベリグ、わあ待って、あ、ちょっとこれしょうがない。オッケーオッケー、まあ、ここちょっと守ってもらって、オッケー、これはいいんじゃないか。オッケー、いいぞ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 、チャンネルチャンネルチャンネル、オッケー、なんでチャンネルって言ったか分かりませんけども、オッケー。さあこれなんか盗もう、なんか盗もう、いいんじゃないか、なんか盗もう、オッケー、オッケーオッケーオッケー、さあこのままいけ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 、オッケー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 、オッケー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 、このまま行こう、はい、オッケー、あー、うおー、ちょっと待って、これサンダーか、うわー、ちょっと待って、うわー、ちょっとなんとも言えないな、なあ、8、 8、 ちょっと待ってくれよ。いやー、やっぱ使い慣れてる方が良かったな。